ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。落語と幸福の6回目ですね。一応具体的な昭和天皇とマッカーサーの関係をですね、一応ここで一段落をいたします。これは歴史的な事実なもんですから、それに絞って私は話をしているので、もしも私が言ったことに歴史的な間違いがある場合を除いて、あまり細かいことにコメントしていただく必要はありません。これをしっかりと守ってください。どうしてもそれをやりたい人は私が氏名とか連絡先を聞きますので、それにお答えできる方だけコメントに記載してください。ところで昭和天皇との間のですね、歴史的な事実につきましての最終回なんですが、これは昭和天皇がですね、マッカーサーの司令部に行きですね、そして、日本の状態、日本の行政のやり方、自分の任命した範囲、その他を全部お話になりですね、昨日お話になったように、日本政府及び軍部の主要な方々は、私が全て任命したのだから責任は自分にあるということ、責任が自分にあるんだから、私の身はあなたの方にマッカーサーにお預けするので、好きにやってくださいと、という昭和天皇の覚悟。それから、今、現実に日本の国民が苦しんでるから、なんとか連合軍で助けてください。ということを三つ言いましてね、極めて大切で清潔で勇気があって素晴らしいですね。これが本当に苦境に陥った人間なのか、と思うぐらい立派であります。このことは、後でですね、なぜそのような素晴らしい昭和天皇を我々はトップにいただいて国というものをやっていけたかということについての理論的なバックボーンを整理してお話をいたしますが、今日はその昭和天皇お言葉を聞いたですね、連合軍司令長官のマッカーサーが、どのように感じたか。これは非常に正直に、またマッカーサーも、敵将とはいえどもですね、やはり立派な方ですので、非常に昭和天皇のお言葉を正面から聞いて、態度を見て、そして、いろんなことを言っておられますが、一番重要なことを二つですね、ここに示しました。その一つは、明らかに天皇に帰するべきものではない責任を引き受けようとしていると。これは非常に重要ですね。人間というのはとかくですね、やや自分の責任であっても、言い訳ができるならですね、その責任から逃れようとします。まして、自分に帰することのない責任まで、自分の責任だと言って被る人っていうのはほとんどいません。皆無と言ってもいいぐらいですね。明らかに天皇に帰するべきものではない責任。つまりそれは私の責任です。と言えないようなもの、人の責任だと言えばそれで済むものについても引き受けようとしているということですね。人間の責任というのは上に立つから全部被るわけではありません。例えばよくありますけど、会社の不祥事であってもですね、常に責任が社長にあるわけではありません。もちろん幹部は全て社長の認可で任命をするわけですけども、だからといってやっぱり一人一人が責任者ですからね、大人ですから。もちろん法律もそうですね、日本人に殺人犯がいるからといって首相がいちいち殺人に問われるわけではありません。それはね、任命したり命令したりする人には一応任命責任とか命令責任ってのは存在しますが、やっぱり大人のやることはそのやった人一人一人にまず一次責任が被って、そして任命責任というのがどの程度かっていうのはですね、あらかじめその人が不適切であるということが分かっているのに、私利私欲とか賄賂をもらったとか、そういうことで任命したのは責任が問われますが、正しい判断で、例えばみんなの推挙があるとかですね、そういったことが元になっていればですね、いかに任命者であっても責任を問われることはありません。それを今、マッカーサーは言ってるんですね。第2番目、この勇気に満ちた態度は、私の骨の髄まで
揺さぶり動かしたと。この昭和天皇の勇気に満ちた態度ですね。私の骨の髄まで揺り動かしたと。こう言っておられますね。マッカーサーが言った言葉です。マッカーサーは敵の司令官でした。今考えますとね、日本の左翼の人、文化人を中心にして、マッカーサーよりか昭和天皇の心がわからない人が、この日本人の中、特に文化人の中に多かった。まあいうことがはっきりしますね、このあれを見ますと。私はこのひばりクラブでも、天皇陛下が戦後ですね、日本の中をずっと旅をされた。それに対して、日本人が頭を下げ、天皇陛下を迎えたという写真を、このひばりクラブで示したときにね、ひどいコメントがありました。ね、それは騙されたんだ。いや、全然そんなことありません。昭和天皇は自ら責任を被ろうとしたんです。つまり国民と一体なんですね。それを日本国民は知っていたっていうことですね。ですから他国ですと、日本以外の国ですと、負けた責任者を罵倒したり、石を投げたりするっていうのが多い中で、それは各国のマスコミがこの天皇陛下の全国行脚をですね、びっくりしたのはどうしてか。日本人は分かっていたんです。日本人は天皇陛下が自分たちと同じ気持ちで、まあ戦争をせざるを得なくて、これ戦争をしたのが天皇陛下だっていう人がいますから。まあ、そういう人はですね、もう日本国民ではありませんね。日本国民が戦争を望みました。この具体的なことは非常にきちっと私このシリーズで話す予定です。どういうことがあって戦争に入ったのか。それは責任があるとしたら誰の責任だったのか。ということを私はっきりとこのシリーズでは述べておきですね。それがこのマッカーサーの言う昭和天皇は自分の責任でないものも被ろうとしている。実はマッカーサーは知ってたんですよ。戦争を始めた本当の人は誰なのか。軍部でもありません。もちろん天皇陛下でもありません。誰がしたのかっていうところに日本社会の闇があるんです。まあ、現在の日本の衰退もですね、その日本社会にある闇がですね、起こしたことを起こして今いるところなんですね。それは今でも治っておりません。それをひたすら隠そうとしているのが日本の左翼であり、まあ思想で言わなければ文化人、つまり知恵をつけた人たちなんですね。まあよく最近ですね、なんかディープステートとか、それからグローバリズムとか言いますけども、そのディープステートとかグローバリズムと言われる他国にいる悪さをする人たちが現実的に日本で力を発揮できるのはなぜか、日本人がなぜそれに恐れておののいているのかっていうのは、日本の中に内応者がいるからです。別にアメリカとかその他でいくらディープステートがあったって、グローバリズムがあったって、それに内応する日本人がいなければ、日本人は具体的には被害を受けることはありません。それも具体的にこのシリーズで話せるかどうかわかりませんが、できればその本当の我々を苦しめているものの正体もはっきりとさせたいと思います。私はその人たちが、私は前向きの人間ですから、人を罰するよりか、人がそれを分かってほしいですね。天皇陛下の言葉とこのマッカーサーの受け止め方を読んでですね、ああ、自分が悪かった。自分はこんなことしてたんだ。っていうことに気がついてほしい。それが私のこの一連の活動なんです。私は日本を悪いようにしたくないんです。私は日本を愛し、子供たちがこの素晴らしい日本でいい人生を送ることを何とかしたいと思ってるんです。ですから人を非難しても何にもなりません。改心してほしいんです。分かってほしいんですね。私はこの天皇陛下のお言葉とマッカーサーの感じたことをね、本当に日本人が分かれば、私は現在でもディープステートだって、グローバリズムだって何の怖いこともありません。これがですね、やっぱりマッカーサーはアメリカ人で、軍人で日本を攻めた張本人ですけど、それでもですね、ここまで
反撃するんですね。それが人間というのは真心がわかるってことなんですね。天皇陛下の真心は若さが分かったんです。で、このことはものすごく大きな影響がありました。もちろん若さ自身がそういうことがよく分かったんで、まあ、天皇陛下を処罰するとか、なんとかいう話はこれでなくなりました。そして現在の日本国憲法が天皇陛下を象徴として認めている。昔から実は象徴なんです。天皇陛下は一番上にいるけど、一般的にはほとんど政治には口を出せません。どうしても政治で決まらないとき、これはただ一回だけ、この終戦の8月10日のですね、御前会議だけでした。開戦の時は違います。これは後でお話します。ところでこのマッカーサーは、この天皇陛下の人格に感心してですね、感激して、そして、天皇陛下が帰られる時には、敵の将軍だトップ、それも負けた方のトップ、自分が占領の全権の権限を持っているにもかかわらず、司令部の建物の玄関まで出て、そして天皇陛下を見送りました。これもですね、世界には起こり得ないことです。日本の風習がそうだからではありません。人間の真心、天皇陛下の巨大な人格、それがですね、マッカーサーを動かし、マッカーサーがどんな権限を持ってても、やっぱりマッカーサーも人間だったんです。この昭和天皇の人格に触れて、玄関まで負けた敵のトップを見送りするということをやりました。その後、マッカーサーは、回顧録でこのことを十分に、そして、まあ、何度か言いましたけど、アメリカの議会で、今度の戦争が、日本が他国を攻めようと思って始めたわけではない。やむを得ずやったんだ。その一端を、アメリカも責任があると。石油を禁輸したり、鉄鉱石を禁輸したりしたら、日本がどういうふうな態度に出るか、いうことは分かっていたんだ。だから我々にも責任あるんだ、という意味の発言を、アメリカの議会でやっております。ぜひ、時間があったらですね、マッカーサーのアメリカ議会におけるですね、演説をチェックしていただきたいと思いますね。そういうこともせずに、単に日本を恥ずかしめる。昭和天皇をこう悪く言うということは絶対に許されるべきことではありません。今度に限ってはですね、そういうコメントがあれば私は徹底的に追及します。今まではいろんな考えもあっていいということでしたが、これほどはっきりした日本の昭和天皇の人格に触れてですね、まだそういうことを言う方がもし日本にいたら、本当は日本から去ってもらいたいと思いますね。そうしないと私たちは素晴らしい日本を子供に引き継ぐことはできません。この6回を通じてですね、終戦の1945年の8月の10日から、9月の27日の間の昭和天皇のお言葉と、それに対するマッカーサーの考えですね。その事実、何が起こったかっていう事実、我々一般の国民、普通の人間、まして今度選挙ありましたけど、この前選ばれた国会議員の中には、こういう人を見出すことは非常に難しいですね。しかしそれは、私は、このような日本であるということが、今後の日本の将来を決め、私たちの子供の幸福を決めるというふうに思いますので、ぜひ、もしもできれば、繰り返しこの6回の私のブログを見て、できればこれをひばりクラブとか落語会でない方々にも、ぜひ教えてですね、そして一人でも多くの日本人が、昭和天皇の極めて高潔な人間と思えないぐらいの素晴らしい人格に触れて、そしてその人格の一部でもいいから身につけていただきたいと、そのように思うところであります。